メよ言う嘘つくの。人を騙すのも自分を騙すのも嫌いだろ。やりたいことやりたいって言って何が悪い。それとこれとは。僕は君のやりたいことだよ。違う。女は嫌いだ。偉そうでわがままで怒れば泣く。陰口は言う、ちくる、試す、化ける。気持ち悪いものみたいに僕を見て、変人変人ってさ。で笑いながらこう言うんだ。裁縫好きなんて気持ち悪い。絵を描くなんて似合わない。男のくせに。男ってなんだ。男らしいって何なんだ。女は怖いよな。怖くなんかねえ。男がいい。男のくせにって言わないしな。そうさ、男がいい。ざけんな。てめえ、人と同じ顔してふざけやがって。君は僕は君だよ。わかってるだろう。違う。てめえみてえのが俺なもんかよ。僕は君、君さ。カジ君、みんな構え、コマ。我は影、真なる我。僕は自分に正直なんだよ。だからさ、邪魔なもんには消えてもらうよ。これカンジ君の本音なの？こんなの本音じゃねえ。立ち悪く暴走しちまってるだけで。もう君らには関係ない。消えてもらうって言っただろ。陽介が気絶してるクマ。
丈夫。行きなさい。はい。おお。やったぞピーチ。なんとかしれ。決めたんだ。どいてよ。じゃないと潰しちゃうよ。とてもいいよ。はい、逃げた。先生、早くどこを直すくま。そら。ノウスケが毒毒ま。
れの何時。はい。なんだよ、邪魔するなよ。やりたいようにやって何が悪いっての。受け止めてくれ。ちえちゃん、おほう、これつくま、大丈夫くま。カチンと来たぜ。心の底じゃ認めてないくせに絶対負けるか。いいよ。はい、ちえちゃん、ピンチ回復してあげて。ちえちゃんの体力が誰か回復するくま。何か様子がおかしい。まだ向かってくるクマ。よっぽど強く拒絶されてるクマか。そりゃあこんだけギャラリーがいちゃ無理もないな。情熱的なアプローチだな。は？三人とも素敵な彼になってくれそうだ。やめろってそんなんじゃねえ。いや、メロ、何かって言ってんだてめえ。誰でもいい、僕を受け入れて。いや、メロ、僕を受け入れてよ。わあ、ちょ、無理やりはやめて。やめろっつってんだろ。ったく、情けねえぜ。こんなんが俺ん中にいるかと思うとよ。カンジ、お前知ってんだよ。てめえみてえのが俺ん中にいることくらいな。男だ女だってんじゃねえ。
拒絶されんのが怖くてビビってよ。自分から嫌われようとしてるチキン野郎だ。てよ、俺と同じ面下げてんだ。ちっとボコられたくらいで沈むほどやわじゃねえだろ。てめえが俺だなんてことはとっくに知ってんだよ。てめえは俺で、俺はてめえだよ、クソったるが。とにかく外へ運ぼう。カンジ君、大丈夫？こんぐらい、どうってことは。うわけど気分はいいぜ。すっきりしたっつうかな。なあ、さっき俺の前で起きたな。ああ、絶対だぞ。ちゃんと後で話すから、しばらくは体休めて。学校で待ってるからさ。学校だ？気が向いたらな。俺、こいつ送ってくわ。その辺で適当に拾ったで通るだろ、こいつの場合。そうだ、言ってなかったな。辰巳寛治ってやつ、前に話したろ。ほら、特番で暴れてたやつだ。実は、実家の染め物屋から捜索願いが出てたんだが、無事に見つかった。一応、お前と同じ高校だし、知らせとこうと思ってな。ああ。それとな、実は最近、お前があの染め物屋に来てるのを見たってやつがいるんだが、何か用事か？学生が立ち寄るような店じゃないからな。友達？ああ、例の天城由紀子か。そういや、旅館は卸先だったか。ふぅ、まあいい。ただ、危ないことに関わるなよ。いいな。また喧嘩？